ほんら、あけた、あれ、こもえさん、みなさん、こんにちは、えみこです。今日は、過去完了についてレッスンしたいと思います。スペイン語の過去完了、もしくは大過去と呼ばれる辞制は、プレテリート、プルスクアンパラフェクトと言います。いつ使うのかっていうと、例えばこんな時。アイス食べたらあかんってわざわざ電話したのになんで食べよん。いやいや、あの時すでに食べよったんよ。 アイスを食べたのも電話をしたのも両方過去のことなんですがどっちがさらに昔なのか先に起こったんはどっちなのかを明確に話すときに使います時系列で見てみるとこんな感じ過去1のアイスを食べた方が先ですこれを例えば10時にアイスを食べた11時半に電話がかかってきたと一つずつの文で話すのであれば点格でいいんですがあんたが電話してくる前にもう食べとったし とまとめて一つの文で話したいときは点過去一の先に起こった出来事の方をプレテリートプルスクアンパラフェクトで表現します大過去って覚えた方がしっくりくるんかもしれないですね過去よりも前過去よりもさらに過去なので大過去にするみたいなでは先にプレテリートプルスクアンパラフェクトの作り方をご紹介しますこれは簡単です ジョアビア、トゥアビアス、エルアビア、ノソトロスアビアモス、エジ h スアビアンにパーティシピオ、過去分詞をつけるだけです。パーティシピオについて詳しくはレクシオンの弁対説、現在完了をご参照ください。それでは先ほどのアイスと電話の例文を作ってみましょう。1番。2>, 2番。 クアンドチャアビアコミドンエラードトゥメジャマステポルテレフォノ1と2の違いは黄色の波線を引いたクアンドをどちらの説につけるかです。どっちでも大丈夫です。さっきのページでアイスを食べたのが先だったので青色のところアビアコミードになってます。私に電話をしたっていうのが点加工を使っています。 個人的には2の方を多く使うと思います。赤で囲んであるじゃっていうのをつけることによって、より明確に、もうすでに食べとったんよという部分が伝わる気がするので。では、もう一つだけ例文を。クアンドジェゲアラティエンダ、じゃあアビアセラード。皆さん、意味はわかりましたでしょうかこんなシチュエーションは結構多いと思います。店に着いた時にはもうすでに閉まっていた。 お店が閉まったのは、私がお店に着くよりも前ですよね。すでに閉まっていたので、プレテリーとプルスクアンパルフェクトを使います。これがもし逆に、お店が閉まった時、私はすでにそこに着いていた。っていうんだったら、どうでしょうか。クアンドラティエンダセセロジョージャーアビアジガード。閉店に間に合ったっていうこともありますもんね。 文法的にはひっくり返しても全然問題ないんです。でも意味が真逆になってしまうので、どっちがもともと起こったことなのかを意識して使っていただけるといいのかなと思います。むちゃすくらーしゃポルベルメビデオ。ちゃお